な時間か。少し入れ込みすぎたな。帰るか。なんだ今の。悪い夢でも見てんのか。初めての峠とはいえ、この俺が追っかけ回されてる。冗談じゃねえ、クソったれが。無茶だ。この緩い右の先はきつい左だぞ。遠心力でケツが出てる。スピードに乗りすぎて立て直すスペースはない。86だと。大丈夫か君、怪我は。俺は明菜さんで死んだ走り屋の幽霊でも見たのか。腹立つくらい完璧なスーパードリフト。何者だあの86。けどマジすげえよな、池谷先輩から聞いた話。俺鳥肌立っちまったよ。明菜で86が RX7 ぶち抜いたってんだもんな。下りとはいえピュアスポーツマシンの7を86がなぜ。おい匠、聞いてんのかよ。聞いてるよ。で、何なんだその86って。車だよ、車。ふん、変な名前だな。どこの車？マツダ？お前な、GS でバイトしてて86知らねえのかよ。86ってのはトヨタ車、10年以上前の。へえ、あんまイメージ良くねえな。うちにも商売で使ってる古いトヨタあるし。そんなのと一緒にすんなよ。古くたって86だけは特別だよ。決めた。俺シルビア辞めて86の中古探す。86だと買えるのか。無理だよな、俺らのバイト代じゃな。ああ、高校生だといいとこ12万くらいか。バイトしてるんだ、たくみくんたち。え？何よ、話しかけたのそんなに意外だった？ねえ、バイトって一月で12万？ああ、みっちり週6日8時間で。そんなに働くの？そんだけ働いてたったの12万なの？普通そんなもんだろう。え？どういう金銭感覚してんだ？頑張ってね。期末試験終わったらどっか遊びに行こう。なんだあいつ。茂木夏希と話したの1年ぶりだ。え？サッカー部にいた時はよく話してたんだ。あいつマネージャーだったし。けどある時からものすごい嫌われちまって。一体何したんだよ。殴ったんだよ、あいつの彼氏だった3年もさ。殴った？サッカー部の先輩をか？ちょっと訳ありでさ。お前昔からそういうとこあるよな。普段はぼーっと眠そうなのにたまにキレると人格変わって。小学校ぐらいの時ってすぐ泣くくせに、泣いてからキレて妙に強いやついるだろう。俺ってそういうガキだったんだよな。そうか、
86狙ってんのか。いい趣味してるぞ、いつき。でしょ、池谷先輩もそう思いますよね。お前んち車あるじゃん、それ借りれば。ダメダメ、親父の車なんか。ディーゼルでオートマ、おまけに FF だぞ。 FR じゃない車は車じゃないね。立派に車だよ。タイヤが4つついてて走りゃ。分かってねえな。峠行って楽しい車じゃなきゃ車の意味ねえだろ。お前それよく言うよな。何すんだよ峠行って。何って決まってんだろ、攻めるんだよコーナーを。楽しいんかそんなことして。はあ、楽しいに決まってんじゃん。男ならかっこよく峠攻めてみたいと思うだろうが。ねえ池谷先輩。まあな、俺は好きだよ。だからチームやってるし。86買ったらアキナスピードスターズに入れてもらえます。ずっと憧れてたんですよ俺。いらっしゃいませ。いらっしゃい。RX7 レッドサンズ。まさかレッドサンズ黄色い FD。 やっぱり高橋圭介だ。有名人か。ああ、プロからも注目されてる走り屋チーム赤城レッドサンズのナンバー2。赤城最速を誇るロータリーの高橋兄弟の弟圭介だよ。どうも、先日は。やっぱりあんたの S13 か。ハイオクですね。ああ、ハイオク満タン。はい。すげえな、空でも飛ぶんか。もう一度聞くが、本当に知らないのか。アキナで俺が会ったあの86。ええ。え、まさか86がちぎったってのは高橋圭介。地元が知らないはずねえぜ、あれだけの車。何度聞かれても心当たりは。そうか。キャップ OK。 今日はどちらへ。幽霊に借りを返す。迫力あんな高橋圭介。連れてってくれるんすか、アキナの山に。ああ、次の土曜な。やったー、行きます、俺絶対行きます。匠も行くよな、な、な。ああ。こんなチャンスめったにないぞ。アキナスピードスターズのメンバーにも会えるし。おお、土曜が待ち遠しいぜ。ただいま。おお、飯は食ってきた。あいそのねえやつだ。人のこと言えねえだろ。ね、期末試験終わったらどっか遊びに行こう。どういう風の吹き回しかな。まあいっか、朝早いし寝よう。よし、次の左は。アキナの峠を熟知していた。奴は地元の人間だ。でなきゃ86ごときに俺が。もう一度相手リベンジかましてやらなきゃ気が収まらねえ。出てこい、アキナの幽霊。俺はお前に会いに来てるんだ。シャレになんないぜ、マジで。よそ者が毎晩偉そうに。
アキナは俺たちスピードスターズのホームグラウンドだ。高橋圭介の目的は俺たちじゃない。パンダカラーの86だってんでしょ。池谷には悪いけど信じらんないぜ。そんなバカっ早い86がアキナ走ってるなんて。走ってるぞ。どう、立花さん。こんにちは。俺が現役で走ってた頃、自他ともに認めるアキナ最速の走り屋がいてな。うちのチームも一応アキナ最速を宣言してるんすけど。自称最速ってのはゴロゴロいるが、やつは本物だ。しかもそいつは今でも現役でアキナを走ってる。今でも？俺ら、アキナの走り屋は大概知ってるけど。お前らとは走る時間帯がずれてるのさ。そいつ今は豆腐屋の親父だからな。はぁ、あ、伝説の走り屋が豆腐屋？朝の4時とかに麓からアキナ湖畔のホテルへ豆腐を下ろしに行くんだ、86で。商売だから毎日走るのさ。雨が降ろうが雪が降ろうが、アキナの峠ならアスファルトのシミ一つまで知り尽くしてる。カラビの帰りの下りスピードはそりゃ尋常じゃねえ。1000万かけてもいいぞ。下りならアキナの最速は豆腐屋の86だ。豆腐屋の86。おい、藤原豆腐店。おお、雄一か。どういう風の吹き回しだ。別に、ただお前が元気にやってるかと思ってな。俺は変わらねえよ。そうか、86の方も随分元気みてえじゃねえか。うちの店の若いのがお前を山で見たってよ。 RX7 かもったんだってな。いい年こいてよくやるぜ。それは違う、俺じゃねえ。違わねえよ。86で明け方に秋の走るのはお前だけだ。確かに俺の車だけど、今豆腐配達してんのは俺じゃねえ。なんだと。こぼすなよ、豆腐が崩れる。わかってるよ、耳たこだぜ。行ってくる。寝ぼけた面してんな。悪かったな。つか本当に眠いんだよ俺。今週の土曜忘れんなよ匠。わかってるよ、しつこいぞ。ラッキー。お、匠くん、おはよう。茂木、ちょうどよかった。匠くん今時間ある？おう、ちょっと来て。行ってくる。なんだよ、模擬には嫌われてんじゃねえの。あのさ、夏樹、思うんだけどさ、そろそろいいんじゃないかなって。匠くんと仲直りしても。仲直りも何も、俺は模擬と喧嘩してたわけじゃねえし。してくれるのね、よかった。
この前車の話してたよね。運転できるの？たくみくん。うん。じゃあさ、夏休みになったらドライブ行こうよ。たくみくんの運転で。夏希はお弁当作るよ。楽しいよ、きっと。いいけど車ダサいぜ。商売で使ってるボロだから。いいよそんなの。車なんてどんなのでもいいんだ。うんと遠くまで行こうよ。海がいいよ。泳ごうよ二人で。二人で。うん。なんでかな、もぎってものすげえエッチな感じ。一つ目の右のカウンターはミスじゃない。次の姿勢作りのフェイントモーション。この状態でステアリングをアウトからインに切ると車体は一気にアウトへロール。オーバーステアを起こして完成ドリフトに入る。なるほど、そういうことだったのか。見せるドリフトじゃない、早く走るためのドリフト。その86、今取り組んでる論文に役立ちそうだな。何者なんだ。レッドサンズでもあんな技使いこなすのは兄貴くらいだぜ。よく言う。お前だってやってるぞ。え、俺が？気持ち悪いやつだ。何も考えずに走って俺とタメ張るなんて。ケイスケの走りに理論が加われば理想的なドライバーなんだがな。兄貴の分析力こそ異常なんだよ。バトルで後ろについて左右のコーナー一回抜けただけで相手の癖や欠点から車の足回り、エンジンのパワーまで分かっちまう。化け物じみてるぜ。ああ、全然わかんねえ。まあいい。次の土曜日、俺もアキナへ行く。お、やるのか兄貴、ついに。だからお前をアキナへ行かせた。赤木レッドサンズと高橋涼介圭介の名前を伝説に。関東最速プロジェクト始動だ。やかましいぞ匠。池谷先輩の気が散るだろう。だって怖えんだもん。無理もないさ。走り屋の車に初めて乗ったら誰だってビビるもんだ。次は二足のヘアピンだぞ。やめてくれ。だからうるせえって。すまんすまん、調子こいて攻めすぎたかな。情けねえぞ匠。それでも男かよ。ダサダサだよお前。ジェットコースター乗ってギャーギャーわめくタイプだろ。俺ジェットコースターなんか怖いと思ったことねえよ。あ、お前に説明しても絶対分かってもらえねえよこの怖さは。何言ってんだお前。おう、みんな集まってるぞ。あ、なんか様子が変だな。池谷、どうしたみんな。よう、ちょっと場所借りてるぜ。今日は兄貴も一緒なんだ。高橋涼介だ。いきなり押しかけてきてすまない。ロータリーの高橋兄弟の兄涼介。新旧の RX7 が2台。本物の高橋兄弟だ。じゃあこの人たちが赤城レッドサンズ。どうしてこのアキナに。そら外報部長。オッケー。今も話してたんだけど、今度の土曜日ここでアキナスピードスターズと赤城レッドサンズの交流会をやってくんないかな。交流会？うん。お互い走るのが好きでチームやってるわけだけど、たまにはよそのチームとも交流して刺激し合った方がお互いレベルアップすると思うんだ。初めはつるんで走って、最後に代表が上りと下りのタイムアタックをやる。
勝ち負けじゃなくて、あくまでもチームの親睦が目的。ってことで、どうかな？それは、断る理由もないけど。じゃあ決まりだな。今日は俺たち、じっくり練習させてもらうよ。走りのマナーはきちんと守る。向きは体裁取り繕ってるけど、要は挑戦じゃねえか。気遅れすることねえぜ。俺らも出よう。地元をなめんな。奴らのケツを突ついてやれ。池谷先輩、俺らも連れてってください。悪いな、本気で走るときは誰も乗せねえんだ。ここで待ってろ。俺も行きたかったな。楽しいのかな、そんなに。ま、走り屋って不思議だな。なんであんなことにみんな熱くなれるのかな。たくみ、お前何も感じねえのか。次から次へ全開でかっ飛んでく車、エキゾーストノート、スキール音、タイヤの焦げる匂い、こんなの目の前で見たら血が騒ぐだろう。俺なんかもうテンション上がりまくりだぜ。血が騒ぐ。アキナ、カス揃いだ。そんなスピードで。いけた。あいつらにできるなら俺だって。下りはとんでもなくヤバい。走り慣れたはずのアキナのコーナーが別人のように牙を剥く。こんな恐ろしい思いをしても赤城の奴らのケツも見えない。俺のテクニックなんてこの程度だったのか。たまんねえよ、あんなの見せつけられちゃ。あと追っても全然ついてけねえ。あいつら根本的になんか違う。ホームグラウンドでちぎられるなんて、そんなにすごいんだレッドサンズ。走るつもりなのか。大丈夫なんですかね。さっきはえらく攻め込んでたからな。アキナは俺たちの山だ。地元の意地見せてやる。誰か事故ったぞ。
そうか。怪我が大したことなかったなら不幸中の幸いだ。はい。池谷に伝えといてくれ。土曜日の交流戦延期してもいい。だがもしやるなら秘密兵器を。あの86を出さねえと俺には勝てねえってな。え？当日下りは俺が走る。この前しくじったのはコースに対する熟練度の差と油断。俺は同じ相手に二度は負けねえ。はい。ここだ。いらっしゃい。やっと見つけましたよ。アキナ下り最速の86乗り。そういや昔から赤木の走り屋はうまいやつが多かったな。けど違うぜ、俺じゃねえよ。その赤木をちぎったな。そんな、86で配達する豆腐屋なんて他には絶対ない。もし俺だとしても助っ人で走れってのはない話だ。今さら俺みたいな親父が出張っても場違いってもんだろう。若い者同士でどうにかしなきゃいけねえ問題だぜ。俺はアキナで育った走り屋だから、レッドサンズがアキナの走り屋全部をバカにしてるのが見え見えで、それが一番ムカつくんですよ。アキナにだって実力のある走り屋はいるってあいつらに見せつけたいんです。あんたならそれができる。高橋圭介を一度でもちぎったんですからね。はい、厚揚げ140円。帰んな。力になれなくて悪かったな。俺は諦めませんよ藤原さん。また明日来ます。やれやれ、本当に俺じゃねえんだが。嫌いじゃねえな、ああいうやつ。あのね、夏樹ね、匠くんにどうしても言っておきたいことあるんだ。なんだよ。あのね、夏樹新しい水着買っちゃったんだ。超かわいいやつだよ。はあ、言いたいことってそれか。ピンポーン。なんだよ、何言うのかと思って身構えたよ。だって嬉しくて誰かに話したかったんだもん。あ、ねえ見たい？何色だと思う？早く見たい？そりゃまあ見たいけど。見せてあげるよいくらでも、海行ったらね。それまでのお楽しみ。ねえ今度の日曜日どう？たくみくんその日暇？次の日曜日いいぜ、ちょうどバイト休みだから。じゃあ決まりね。約束だよ、絶対破っちゃダメだよ。夏希は約束破る人とタバコ吸う人嫌いなんだから。雨降ったらどうすんだよ。そん時はそん時だよ。じゃあ日曜日にね。俺この頃模擬のことすごく意識してる。走り屋って負けず嫌いでプライド高くて、っていうか俺ら他に取り柄ないから。だから普段走り慣れてる山で負けるほど情けないことってない。地元は絶対よそ者に負けちゃいけないんだ。それが走り屋の掟なんです。また来ます。うまいですよここの朝揚げ。
俺が下手くそなばっかりに痛い思いさせたな。ごめんなシルビア、勘弁な。早く治って帰ってきてくれ。また一緒に走ろうな。雄一、てめえが吹き込みやがったせいで毎日だぞ。あの池谷って若いのギプスつけて足引きずって参っちまうぜ。哀れでよ。池谷はいいやつだぞ。哀れだと思うんなら走ってやったらどうだ。いやだね、ガキの喧嘩に大人が首突っ込むなんて主義じゃねえんだよ。頭ん中はガキじゃねえかよ。せだったらガキの喧嘩にはガキを出せばいいだろう。匠のこと言ってんのか。そうだ、かなりの腕なんだろ。下りなら、まあ、俺には負けるがな。すぐ負けん気出す。けどあいつもな、誰に似たのか頑固なとこあって、走れと言って素直に走るようなやつでもねえんだよな。あのさ、今度の日曜車使っていいかな。日曜？あ、ダメだ。なんで？日曜は店休みじゃん。商工会の寄り合いで俺が使うんだ。マジかよ、俺どうしてもその日使いてんだよ。あんなボロでもないと困んだよな。うわ、まずいよマジそれ。ん？ははさては女だな。だ、いいだろう。なんだって俺勝手に乗ってくからな。へっ、火なきゃ車は動かねえよ。紐つけて首に下げとくかな。うっ、汚ねえ。ま、どうしてもって言うんなら考えてやってもいいが、条件がある。条件？ど、明日の夜あの車で赤木最速とか吹かしてやがるガキを軽くひねってこい。アキナの下りでだ。なんだそれ。そうすりゃ車は無条件で貸してやる。しかもガソリン満タンのおまけ付きだ。ガソリン満タン、すげえ。この条件はめちゃくちゃグラッとくるぜ。うん、本当ですか。行ってやれるかもしれねえぜ、今夜。秋名の山。ありがとう。ありがとう藤原さん。おいおい死ぬなよ。タイムアタックは10時からです。待ってます。まだ確実とは言えねえ。時間になってもうちの86がつかなかったらその時は諦めてくれ。自分たちで何とかするんだ。信じてます。いや、あなたはもう来てくれるつもりなんだ。待ってます藤原さん。チームの仲間全員でありがとうございます。うん、匠がごねったら俺走ろっかな。おお、それっぽい車がまた秋名の山へ。秋名対赤城、赤城最速の RX7 と無名の秋名の下りスペシャリスト、このバトルは見ものだぜ。腹を減らした車が帰りには数珠つなぎ、今夜は深夜営業するか。サンズのコースマーシャルは配備済みか。それにしてもすごいっすね、こんな大勢のギャラリー。秋名じゃ見たことないですよ。池谷、本当に信じていいのか、その86の話。ああ、来てくれる。高橋圭介の FD3S は軽く350馬力は出てるらしいですけど、いくら下りでも86なんかじゃ勝負になんねえよ。俺を信じろ。けど、もし来なかったら。その時はケンジ、お前が走れ。ええー、これだけのギャラリーだ、
チームの看板しょって死ぬ気で攻めてくれ。そんなシャレなんねえよ。自信ねえよ俺。そろそろ時間だ。交流会を始めようか。タイムアタックは10時から、それまではフリー走行ってことで。ギャラリーも多いことだし、楽しく走ろう。ショータイムってわけだ。来た来た。いねえな、レッドサンズのドリフト。きっちりクリッピングにつくもんな。これはロータリーサウンド来るぞ。ロータリーの高橋兄弟だ。右コーナーなのに左向いてる。ド迫力だぜ高橋圭介の FD。 次は高橋涼介の FC だ。ここまで届くのか。流しっぱなしで抜けてっちまった。一体どうなってんだ。まだか。すげえ、パラレルドリフトだ。気持ち悪いぐらい息が合ってるぜ。赤木最速の触れ込みは盾じゃねえ。あいつらの実力は本物だ。来ないっすね86。来てくれ藤原さん。くだらん、こんなのはただのパフォーマンス。タイムを出しに行く時の走りとは別物だ。アキナごときに俺の敵はいねえ。出てこい86、それを証明してやる。今日は紙コップはいいのかよ。いらねえよそんなもん、豆腐乗っけてねえんだから。せいぜい遊んでこいや。遊びってのは楽しいもんだろ。俺気が重いよ。なんだよ自信ねえのか。そういうわけじゃねえけど。普通に走りゃ負けやしねえよ。そうかよ、行ってくれ。藤原さん来ねえな兄貴。例の86、てっきりあいつが出てくると思ったのに拍子抜けだ。ムカつくぜ。コース上の異物チェックは終わったか。 OK ということなんで、ぼちぼちどうかな。わかった。いよいよタイムアタック。ケンジ、すまない。いいんだよ池谷、地元の意地見せるぜ。あんな奴が俺の相手だと、ふざけんなよ。こちらゴール地点、少しスタート待ってくれ。どうした。たった今一般車が山に入った。多分遅れてきたギャラリーだろう。86だったからな。おい、そいつは確かに86か。ああ、86のトレノだ。色は白黒のパンダカラーだったけど。藤原さん。来た、来やがったぜ兄貴、俺の獲物が。俺の相手はその180なんかじゃねえ。
そうだな。ああ、その通りさ。いい腕だ、今の八六。コーナーを立ち上がる後ろ姿、絵も言われぬ要因があった。そうか。どこの山にもいる八六小僧にしか見えねえけど。わかるやつにしかわかんねえか。自分の車を手足のように操る息に達した走り屋は強いオーラを放つ。波の走り屋じゃねえ。あんなやつがアキナにもいたのか。だぜ兄貴。たっぷり引き上がった。大した占領役者だ。ここです。ここで U ターンしてください。本当に来てくれたんだな。ああ、アキナの走り屋のプライドを守るためにあの人は来てくれたんだ。ここです。ストップストップ。本当に来てくれた伝説のアキナ最速の男、藤原文太。匠、池谷先輩、これ一体何が始まってるんですか。途中にも人がびっしりいたし、なんか俺場違いな感じ。匠、どういうことだこれは。どうって、俺親父が行けって言うから来たんすけど。親父？藤原匠、お前豆腐屋の藤原さんの息子なのか。はあ、そうですけど。でもどうしてお前が。俺はただアキナの下りで RX7 に勝ってこいって親父に言われて。匠！この大バカ野郎！何すんだ、いつき。何すんだじゃねえ。お前この空気どうしてくれんだよ。行く気になったら後から行くとか言って今頃来やがって。しかもよりにもよって86で。 86 じゃねえよ。トレノって書いてあるぜこいつ。だからトレノが86なんだよ。 AE86 って型式のレビンとトレノをひっくるめて86って呼んでんの。はあ、マジかそれ。いいからとっとと車どけろ。タイムアタックの邪魔してんじゃねえよ。待て、いつき。え？匠、一つだけ聞かせてくれ。ほう。アキナ湖への豆腐の配達って誰がやってるんだ。今は俺ですけど。やっと飲み込めたぜ。よく来てくれたな匠。オンに切るぜ。下りのアタック、お前に任せた。何言ってんすか池谷先輩。こんな素人がアキナの下り攻めたらあっという間に事故って死んじまいますよ。大丈夫だ、いけるな匠。若いな随分。名前は藤原匠。覚えとくぜ。俺は高橋圭介。いよいよ始まるぞ、アキナスピードスターズ対赤城レッドサンズ下りのタイムアタックが。スタートは10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1、ゴー。いけ匠、全開走行だ。よし、圭介さんが前を取った。ストレートでちぎるのは不本意だが、これはタイムアタック。第一コーナーの突っ込みまでにたっぷりマージンを取る。そして国産最強のコーナリングマシン FD がコーナーも制する。すげえ、 FD 超絶速い。やっぱ86じゃ勝負になんねえよね。
86。ああ、縁石にも壁にも当たらず抜けてっちまった。あんなスピードで曲がるやつ見たことねえ。すげえ、なんだあの86、やべえくらい速えぞ。差が詰まってる、バカな、そんなことあるわけないぜ。スタートダッシュを見る限りパワーはせいぜい150馬力。ケースケが言うモンスターマシンでも何でもない。シフトポイントが速いのはラリー用のクロスミッションを組んでいるから。だからといってケースケの FD が負ける理由は見つからない。もしそんなことがあるとすれば、モンスターなのは車ではなくドライバー。わけわかんない速さで抜けてきやがった。いつすっ飛んでもおかしくねえぞ。あいつ下りの恐怖ってものを感じてねえのか。マジですか、匠んちの親父さんが伝説の走り屋だったって。ああ、けどただのぶっきらぼうな豆腐屋のおっさんですよ。間違いない。そしてその人が自分の代わりに匠をよこしたってことは信じられないっすよ。俺だって匠は86さえ知らなかったんですよ。あいつコーナー間のストレート流しっぱなしで抜けてったぞ。なんだあれ、俺たちが考えてるドリフトとは違うもんだぜ。まるで芸術、ほとんどカウンターを当てない全開の四輪ドリフト。86という車を限界領域で自分の手足のようにコントロールしている。非力な86では失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速を一切せず最短距離を抜けていく。追いつかれた。何、ケイスケが。なあ、煽られてる。異常だ、アキラの86めちゃっぱやだ。嘘だ、ケイスケさんが煽られるなんて。タクミが FD に追いついた。タクミがマジかよ、信じらんねえ。この先後半は勾配がきつくなりストレートが減ってタイトなヘアピンが続くな。ケイスケさんなら大丈夫ですよ。誤算だったな、これほどとは。峠では圧倒的に下りが難しい。上りはミスしてもごまかしが効くが、下りのミスは即事故につながる。特にアキナは勾配がきつく、その恐怖は波ではない。下りを制する者、ダウンヒルスペシャリストこそが最速の走り屋。どうしたって言うんだ、ここまで俺が追い回されるなんて。この前より隙がなくなってる。それにセカンドの立ち上がりは互角でも直線で差が開く。だー、ものすげえブレーキングドリフト。あいつ高橋圭介に食いついてるぞ。この難しいアキナの下りでなんで86があんな速いんだよ。あいつ超ウルトラかっこいいぜ。あのクソ親父、やっぱ抜かねえと勝ったとは認めてくんねえだろうな。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブ。来た。直線で突き放しても食いつかれるってことはコーナーワークで負けてんのかよ。そんなの死んでも認めたくないぜ。パワーの劣る車にコーナーで追い込まれるなんて走り屋には最大の屈辱だ。クソったれ。 FD が先か。ま、当然だろうな。何、86が減速しねえ。次は右のヘアピンだぞ。ブレーキフェードか。
何が起こった？わかんねえ。あの86曲がれるはずなかったのに。あいつ道路脇の溝にタイヤを引っ掛けて曲がれるはずもねえスピードで曲がりやがった。単純な思いつきだが誰にでも真似できることじゃねえ。とんでもねえバカが世の中にはいる。楽しみがまた一つ増えたぜ。来た。どっちだ86。秒も差をつけてたぞ。すごすぎるぜ。俺血の気が引いた。鳥肌立った。バカ泣いてんじゃねえよ池谷なんか知んねえけど嬉しくて嬉しくてあいつに匠にいろいろ教えてもらおうな。ドリフトのコントロールとかライン取りとかさ。ああもう勝手にスピードスターズのステッカー八郎に貼っちゃいましょうか。ああその役俺やりますよ。そうだ、じゃあお願いしよう。ケイスケさんが負けるなんて。レッドサンズを売り出すために集めたギャラリーが裏目に出たな。アキナを舐めていた。これほどの走り屋がいるとは。明日になればこの噂一気に。ああ上りはうちが勝つだろうが、この交流戦レッドサンズの負けだ。こんなことが起こるのが峠というところか。面白いな、あの86。今回の負けは認める。勝ち続けろ。俺が勝つ時まで絶対にどこの走り屋にも負けるな。いいな。そんなこと命令される筋合いはない。第一俺は走り屋なんかじゃない。嫌味で言ってんのか。あれだけのテクニック死ぬほど走り込みしてるはずだ。好きじゃなきゃやんねえだろ。好きで走ってるわけじゃない。家の手伝いで仕方なしに。楽しいこと見つけないとつまんなくて、ただ早く帰りたくて思い切りすっ飛ばして。だから俺は一度も運転が上手くなりたいなんて思ったことない。分かってないよあんた。ふざけんな。分かってねえのはお前の方だ。お前は車の運転が好きに決まってんだよ。これを機会に自覚しといた方がいいぜ。車を走らせることが好きならそれだけで十分走り屋なんだ。走り屋なら自分が身につけた技術にプライドを持て。不思議だったな。前を走る RX7 がどんどん近づいてきて、気がついたらワクワクしながら追いかけてた。はあ、いっぱい泳いじゃった。やっぱりプールより海がいいよね。たくみくんは楽しかった？ああ来てよかったね。たくみくんってさ上手だよね、車の運転。そうか。夏希ね、車酔っちゃう子なの。でも、たくみくんの運転だとちっとも気持ち悪くならなかったよ。夏希、この車好きだよ。ちっちゃくて可愛い。なんていう車？トレノ。トレノか。また乗せてね、トレノ。
かわいいだってよ。どうするお前。すごかったらしいじゃねえか、匠。池谷たち、朝からその話で大騒ぎだったぜ。別にすごいことねえや。レベル低いんだろう、今のガキは。先が楽しみだな。お前が偉そうな顔してられるのも、今のうちだったりしてな。ありえねえ。ああ、そうかよ。ほらよ。親父。うん。この車を俺が走らせると、なんかみんな喜んでくれるんだよ。車って結構いいな。そうか。あと2、3年もしたら俺の方が運転上手くなっちまうんじゃねえか、親父よか。任せ、10年早い。行ってくる。お。
俺も匠みたいに。あ？あれは GTR R3 に。 R のバッチには敬意を払うが前には行かせねえぞ。だけのパフォーマンス。アキナの86を潰すのはこの中里武史と GTR R32 だ。